松尾城は現在の千葉県三部市松尾町にあった日本の城。明治維新期、芝山藩によって追記に着手され、藩長も置かれたが、城は完成に至らぬまま廃藩地県を迎えた。松尾の名は、地藩寺、大田助吉の丘陵であった掛川城の別名に由来する。別名、大田城。明治2年の藩籍奉還後に着工された。 日本最後の城と呼ばれることのある城の一つである。西洋式の高角形容採用式の採用、藩長と知事邸の分離など、他の城には見られない、得意な形態を見せていたが、意向はほとんど残っていない。芝山藩は明治元年、東東海国掛川藩主であった大田助義が、明治政府によって、数作に武者山部軍内の領地に移転させられたことで成立した。 藩は、武者軍柴山村の観音教授に、仮藩町を置き、柴山藩と称した。明治2年6月、藩籍奉還により、大田助義は主藩寺に任命された。これを受けて、正式な藩町を建設するため、同年9月より、築城工事が始まった。追基地に選定されたのは、大帝、田越、猿を、八田四河村の入会地であった。 翌明治3年に藩長と知事帝及び城下町が一応は完成。藩の名称も芝山藩から松尾藩に改められた。しかしながら城郭の全体は未完成のまま明治4年7月の廃藩置県を受けて松尾藩は廃止され追記は中止された。松尾藩長は引き続き松尾県庁として使われたが同年11月には松尾県自体が 木更津県に合併されて消滅した。廃城後、木内の建物や各種に払い下げられ移築された。現在も知事邸が、捜査市内に、長屋門は、山部市内にそれぞれ現存している。追記、設計の責任者は、半館上奉行の犬塚一郎地、半校の教授であった山学者の磯部康が縄張りを行った。箱立五稜閣や、 信濃国立岡城などに見られる西洋風の両方式で九十九里浜を望む木戸川東岸の大地上に築き中央の最高地に半庁を土塁で区切った部分に大竹の家門にちなんだ木兄弟と名付けた大地を造成し半地自邸を作り長屋門を設置したその他城内に弊社や物産会所、米倉などを建設し格外には侍屋敷を待ちわりして 土塁と堀で囲む計画となっていた。城跡の敷地内の一部は住宅地となった。班町跡地は松尾自動車学校の敷地となっており、松尾班校長跡の石踏みが残る。1959年に知事邸跡地に松尾町立松尾中学校が開校。1970年には城郭南端部を含む土地に千葉県立松尾高等学校が移転してきた。 1994年に松尾中学校が改築される際に発掘調査が行われた。城下の侍屋敷の遺構やドル屋戸が多く現存している。ありがとうございます。